きょうの放送は能勢温泉キャンプ場さんの提供でお送りします。はいということで、今週はね、あ今週、先週か。ね。そと、あんたが言ったら、中野君、こういう国際舞台、絶対強いですよって。うん。その通りになってるね。いや、あの、あ昨日ちょっとね、話をしたんです喋ったんですけど、まあ、あのスローイングミスね、チェコ戦でね、ありましたけど、まあまあ、え いや僕ね、やっぱ中野君、今回、キャンプで初めて喋った時に、うん、やっぱメンタル強いなってずっと感じてて、発想が前向きなんですよ、言ってることが、まあ、こうこうこうで、ちょっとこうなっちゃったんですけど、でもこうしたらいいですよねぐらいの感じのタイプなんですよね。で、今回も、あのちょっと大事に行きすぎて、久しぶりの距離だったんです、あの距離がって言うわけですよ。うん、あだからあ<ー><え>練習してなかった,ってなかった、ね、んでって、うんうん <laughs> まず、ぼそっと、ぼそっと言ったんですよ。の、うん、その瞬間に、うん、ああ、いいね、やっぱ中野って思いながら、<laughs> まあでも申し訳ないなと思いつつも、でもやっぱりもう、そのどっちかって言ったら、もう日本代表に来てからも、やっぱセカンドの練習してる数の方が多かったですし、タイガースはもうセカンドしかやってなかったから、あのまあ、要は真逆の動きじゃないですか、いいね、セカンドとショートってね。うん、で余裕がああればあるほどやってないから、うん なんんかかかねおかししかったらしいんですよそ、ね、そうそう、うん、で感覚的になんか余裕があったから一歩余分にステップを踏んでしまったらしいんですよね。その瞬間になんかタイミングが合わなかったらしくて、うん、まあだからちょっと本当や,やっちゃったなと思ったらしいんですけどまあでもあの、まあ、とにかくう打つなりそっちでカバーしようとすぐ切り替えたらしいしあともう一個言ったのは、うん、逆転してくれると思ってましたっって。あ って言ってたので、まあだからその辺のそのメンタルの持ち方っていうのがうまいな、うん、すごいなと思ったし、まあ、実際にこう、源田選手を怪我して、うん、て8番で入って、きっちり仕事してますしね、うんねうん、だから、まあ、本当喋ってても、なんかすごいこう、うん、なんだろう、彼にとってはすごく大きな経験になってると思うし、うん、なんかまだその修羅場で走るチャンスがないから、うん、あのこれから多分そういうところが。うん 出てくると思うので、そこでちょっと走れるように頑張ります。って本人は言ってましたけど、うんうん、持ってるよね。ある意味ね。持ってるでしょ？う,ね、うん、うん、だって。それはそうでしょだって。1年目からチャンスで。では、うん、チャンスというかね。レギュラーを掴んでるわけですから、うん、そんな選手持ってるしかないですよ。ね、うんだから入ってきた時にたまたまショートのバリバリ。あ。じゃあ例えば玉露ですけど、トリガバリバリの時だったら出れてないんですから。ショートではね。 だけど、まあ、そうやってチャンスがあるタイミングでもちろん入ってきて、まあ、僕とかもそうでしたけど、森下君だってそうなんですよ、チャンスに入ってきてね、うん、ライト空いてる競争っていっていないっていう、でそのところでチャンスをつかもうとしてるわけですから、そういうところの運っていうかね、持ってる持っっててるるんですよ、うん、だからやっぱりそういう意味で言うと、中野選手みたいなタイプの性格っていうのは、すごく。 ねあのこういう侍ジャパンみたいなもちろんこれからねもっと緊張した中で、うん、もうこれから一発勝負ですからう,、ね、うんここまではもし負けたとしてもまだ上に上がれるっていう状況でしたけどこれからはもう負けたら終わりなところに入っていくわけですからあのちょっとプレッシャーもね全然変わってくるだろうし相手もこれから強くなっていくし、うん、まあ、あとよう考えたらあの。 鈴木誠也選手がもし出れてたら近藤選手ね出れてないんだよね試合にこれずっと僕も言ってるんですけど近藤選手やっぱすごい活躍してるじゃんかこれ鈴木誠也選手がいた時点で近藤選手多分スタメンに名前がないんですよだそういう意味で言うとあのー 近藤選手が試合に出れてよかったなって、ませ、あ、也選手が来てくれてたらね、もっとももっと,も,もっとプラスアルファになってる可能性もあるかもしれないけど、でもやっぱりその中で、近藤選手の活躍って、いややっぱすごいバッターだよ、すごいね。で、パって気づいたんだけど、4日目だソフトバンクに移籍したんだよね、今年ねうん もうなんか完全に日本ハムのイメージだからさ、なんか表記、ま、FA, っっ FA で <F> 表記がさ、ソフトバンクになってるからさ、はって、うん、一瞬、昨日思ってしまって、あじゃあ、そうだ、そうだ、FA で移籍したいやと思って、いや、だからソフトバンク強いよ、これ。い、ね、いやいや本当だわ、うん、あの移籍してね、あんだけやっぱり、スルーリー率の試合あの、チャンスメイクもできるバッターだから、もちろんチャンスで返してくれるしね、いいい選手や、ね、いやいい選手やなって改めて今回思いましたけど、うん ちあヌートバーね。いやいや、たぶん誰もがここまでだと思ってなかったと思いますよ。すよあのー、映像を見,見る限りでは、どれぐらいやってくれるのかなっていうのも僕もあったし、うんあのー、やっぱりちょっとさ、まああのー、一人だけ、まあうん、日本人という、うん、まあお母さんが日本人ですけど、うん、やっぱ海外で活躍、うん、まあしている選手だから。 こう溶けけ込めるのかななっっっていいうちょっと心心配配があたたんんんでですけどそんな心配いりませんでしたねもうどっちかといったらもう一番侍スピリットを出してるというかだからそれを考えるともう本当に彼抜きでは考えられないというかやっぱベンチ見てても彼と大谷選手がやっぱすごいこう立ち上がってね盛り,上が盛り上げてくれてるっていうそのバリバリのメジャーリーグは2人が。 その中心になってチームを鼓舞してるっていうのが、なんかいい光景だななんて思いながら、ねえ、あれ多分、もうたっちゃんね、めちゃくちゃファン増えてると思いますし、あの、あれですよ、阪神ファンはみんな、阪神に来てくれって言ってるんですよ、来るか、あのこれからメジャーでバリバリ頑張ってもらわなあかんですから、こうへんよ。 こうへんよっていうかうかんあの日本のプロ野球、まあ、半周波に限らずね、あのどこのファンの人もみんな、多分日本でね、日本のプロ野球で見たいなって、たぶん今回で思ったと思うし、あのやっぱりいいよね、キャラがいいし、キャラねうん、またお母さんもまたな、なててなそうそうそう、そうん、あの喜んでね、なんかもう。 だから今年だからメジャーでどれぐらいこう活躍してくれるかってね。いや25歳ですからねまだ。だからこれから多分だからあと5年ぐらいでドカーンってすごい選手になるかもしれないし。もめちゃくちゃゃくうまいねすべ、えー、てが。あの外野の守備見てても1歩目のスタートが。 すすごくいんでよ特に韓国戦だったたかなダイビングキャッチし韓国戦の打球って、あれ、センター一番難しい打球なんですよ。いや、違うんですよ。めちゃくちゃバッタフルスイングしてるんですよ。めっちゃ振ったのに、バットの先っぽやったから、前だったんですよね。あれってセンターからすると、一歩下がっちゃうんですよ。だけど、下がらずに一歩目、前に出てるから、追いついてるんですよ。 だから、うんあの、あの守備見たときに、多分普通の、まあ、野手だ,、まあ、だったのを、たぶん歩目がうってこう、受けちゃうんですよ。うん、だけどヌートバー選手は、一歩目をもう、あれをね、うん、前だと確信して出てきてるので、うん、まあそれを補うそのスタートの良さ、うん、っていうのを持ってますよね、でやっぱ最短でいける、あの中国戦でのスライディングキャッチもそうでしたけど、やっぱ最短でいけるんですよ、ボールまでの落下地点までね。 さすががだななと思いながらあのらないらあショートも来てさ、こうレフトも来てましたよ。ねえいやでもあれはさすがプロだなと思いましたよ。ショートがな中野くなったのかな、うん、あれ確か。うんしっかり見てるんですよ、うん、センター。うん、で、多分ヌートバー選手が声出してるんですよ、あれあの。吠えまくってると思うんですよ、あの。で、多分中野選手がパって一瞬、センターを見て。 ててるの分かってで声が出たから、もうパッて中野選手は、ピッて引いて逃げて逃げてるんですよ。で、レフトも多分あのその声が多分聞こえてると思うので、あ,あの辺がだから連携っていう意味で言ったら、難しいところではあるんですけど、あの見事だなっていう、まあ、隠れたファインプレーですよね、あのレフトとせあのショートの対応っていうのはね、みんな行かなきゃってなってるはずなので、行きがちなんですけど、あれ、甲子園とか、外のグラウンドだと、 ショートは行きたがらないんですよ。なあなんで風吹いてる。からあ<ー>相当フライを取るのが上手い選手以外は外野に任せたくなる。んですよ、うん、でもドーム球場は風関係ないから。うん、あの後方のフライでも別に。取れるんですよね。うん、だから自分で行けると思ったら行く選手が多いんですけど。うん、だって。あれですよ。だって鳥谷だって。甲子園の時は来ないですからね。あ、そうなんです、ね。フライ取るの上手いですけど。<ー>一緒にやってた時に、<ー>あの辺に行ったら。来ない。もん セン,センター見よるから、ああね、だからドームとかだと、自分から行くんですよ。うんうん、でも、それは確かにそうじゃなきゃだめなんでかそれやっぱショート、内野手の方が後方のフライを取るのは難しいから、だからやっぱ外野が行けるんだったら外野が行った方がいいっていうのはあるんですけど、うん、特に風の吹く球場だったら、うん、内野手は、ね、後方のフライはね、やっぱ行きたくないんですよ、うん、難しいから。なるほどね、だから、まあ、すごいその辺にね、連携も感じるし、なんか、 そんな期間はないですけど、まあ、だからヌートバー選手のその動きっていうのも、もう内野手が把握してる、で他の外野手もこれぐらい動けるっていうのは把握してるから、邪魔化そうみたいなね、そういう形なのかなと思うんですけど、いやいや、まあまあ、本当に素晴らしい。